今回も始まりましたマリモ堂でございます。第90回でございます。ついに90回台に突入してまいりました。今回の収録の舞台は東京都は足立区にございますニューグランドホキマ店さんでございます。もう何度もこちらでは収録してまして、いい思いもしていれば、きつい思いもねしているようなそんなホールさんでございますが、90回台をねついに迎えたということで、また、2連勝今のところしてるんでね、今回も勝って100回に向けてさらに弾みをつけていきたいなということなんですが、そんな中私が取った機種、アステカでございます。本日4月の30日でございます。前日の4月の29日も収録をしておりまして、それがあのブラックラグーンで非常に楽しい感じになった回なんですけども、アステカがですね4月の中頃だったかな導入されたのが、なんでまだ半月ぐらいしかね今日の時点で経ってないんですよ。でまだ本当概要ぐらいしか分かってないんで、どこら辺に設定差があるかとかもおぼろげでしかない。で正確な数字が全然出てないんですが、まあなんとなく今まで打ってきた感覚で、ちょっとそれをもとにいいか悪いか、判断できればと思っております。でそもそもあのアステカって甘い機種なので、で、今日ねそういうあの4月30日というともゴールデンウィーク真っ只中なんですよ。なんで、ちょっと移動も難しいと。で今掴んでる台が正直ハズレだったら移動が結構難しいんですね、パチスロで。ただ機種スペックが甘いんで、そういうところも含めると、こういうタイミングで打つにはいい台なのかなと思っております。さあというわけでまず抽選の方行ってみたいと思います。さあじゃあ抽選行ってみたいと思います。よし、じゃあね、こっち、これ、はい、お願いします。じゃじゃん、1000枚、ちょうどいいと思います。アステカってことを考えると、A プラス ART っていう機種なので、A プラスっていうのもおかしいけど、ボーナスプラス ART の台なんで、そんなにね一気にガツンとこう上昇曲線を描くような感じでもないので、まったり出るかなと。だから1000枚ぐらいはちょうどいいかなと思います。すでにもう百何十人お客さんが入っている状況での実践ですんで、なかなか立ち回りというのは難しいと思いますが、なんとかノルマクリアして今回も T シャツプレゼント回避したいと思いますので、ぜひそちらの方私がどうなるのか見届けていただければと思います。それでは実践行ってまいります。ダメだこりゃ。81番さあ81番で入店です。はい、お願いします。あ、取れるかもしれないぞ。じゃあこれこいつでいきます。さあアステカでございます。行ってみましょう。さあこのアステカという台がですね、どういう台かと言いますと、冒頭オープニングでも言いましたけれども、ボーナスタイプ、これに 1.6 枚だったかな、 ART のアステカラッシュっていうのが、搭載された機械ですね。でアステカっていう台が4号機の中期に出たんですよ。それはもうそのすごい人気で、4
ホッキーの歴史に名を残すようなそんな機会です。さあそして今ちょっとね、いきなり降格したステージに行きました。帽子が何回か揃ってたので、ここ来る前に、まあ、それがのどれかが共通帽子でそこでもしかしたら移行したとかも降格移行したとかもあるかもしれないんですけど、設定変更をしたら多分降格スタートになることもあると思うので、朝一ここにいきなり行ったっていうのは、まあ、リセットの可能性も、考えてもいいかなと。で前日前列の台良くないので、ちょっと期待してもいいのかなというような感じが今しております。でこのアステカっていう機種の多分一番メーカー的な一番の売りがプロジェクションマッピングっていうのを、ね、採用したことだと思うんですよ。プロジェクションマッピングとは何ぞやっていう感じなんですけど、今これ液晶っぽく見えてるじゃないですか。普通の液晶機に見えてるじゃないですか。これがね実は全然違って、これ今スクリーンに今ね映像を映してるんですよ。映画みたいに映画とか、あとは自宅でなんか機械使って真っ白いなんか壁に、映像を映したりする人も自宅でいると思うんですけど、そんな感じです。これはスクリーンみたいなもんなんですよ。実は真っ白な感じだと思うんですね、この映像を取っ払うと。で実際台をこう見てみると分かるんですけど、カメラのレンズみたいな、今これ僕を撮ってるカメラのレンズみたいのがこっちを向いてるんです。そう見ると分かるんですけど、まあ、とにかくそうやって映してると、それが多分相当すごい技術なんですよ、パチスロにおいては。今これすごい液晶でしか見えないですけど、実はそういう風に映し込んでるということでございます。で6の機械割りが、ね、109% ぐらいなので、すごくその上下幅が少ない機械ですね。だからあれですね、何したらいいんだろう、下が甘い分上が、まあ、大して甘くないというか辛くもないんでしょうけど、まあ、狭い範囲で収まってるんで高設定を入れてもそこまで出ない、だけど低設定であんまり負けない、まあ、いわゆる遊びやすいですかね、機械割りだけで見ると。ただ実際今もう1万5000円使って何も当たってないんで、特に遊びやすいっていうことじゃないんじゃないかと。この今の経過だけを見ると 4,5 万入るんで、ダメな時は機械がダメな時は結構スッと入っちゃうんだ。時間1万円ペースぐらいでこう飲み込んでくることも全然あるんで、まあ遊びやすいかなっていう機械割りですけど、まあ、あんまりそれをなんだろう、それに甘えてって言ったら突っ込んでるとえらい目に遭うんで、まあ、そこら辺はちょっと自己判断で、あんまり熱くなりすぎないようにした方がよろしいかと思います。さあただいま打ち始めから650ゲーム経過しました。全く引ける気配がないです。で天井がですねボーナスと ART 間で、1180ゲームはまると天井です。でそこから全長をちょこっと経由して、当たると ART に入るという流れです。なんで、まあ、あと500550ゲームぐらい
回せば540ゲームぐらい回せば一応 ART には入るということになりますが、その間一度も CZ とチャンスゾーンに入らなければもう粘りたくないですね、この台で打つ価値が見出せないですね、そんな台は。引いた、今まで引いてきた連続演出よりはちょっと期待できる。あ、赤い、これはいけるんじゃないでしょうか。この演出はあれですね、攻撃するキャラが多いほどこれ1人2人2人攻撃、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げきれない、逃げきれない、いやーダメだ、いやー本当ダメだ。チャンスゾーンぐらい入ってもいいと思うんですけどね、チャンスゾーン行ったからって ART に高確率で入るかって言ったらそんなこと全然ないんだからさ、いやー厳しいですね。このパターンのが厚かったりしてね、あの荒野から一気に一気にというか荒野から普通にこのステージ行くより通常ステージからここに行った方が厚かったりしてね。あのボットの一番下から神殿ステージに行ったら暑いみたいな、何でもゴッド基準で考えたらいけないと思うんですけど、お、あ、これはこれはいいんじゃないか。あー、これ熱いやつだ。さあ、これは熱い連続演出です。星4つ、これで赤タイトルとかあったらもうね完璧だったんです。はい、やりました、1022ゲームでようやくチャンスゾーン、あー一番安いやつだ、このバトルが3つあって今から入るのが一番下です。でその上に2つあって一番上だと、入った時点で ART 確定で、その一番上のやつは、さらに相手を倒せば CT っていうね特化ゾーンも発生します。10%、ここに勝利期待度出てるじゃないですか。これをもとに ART 抽選されるんで、これはだから10分の1でしか当たらないと。ここで揃ったのもどうなんでしょう。まあそうだよね、残念でした。あ、今引いてるし、さあ1180はまった。もうあからさまに演出熱いのが出ました。さあ、このまま延長経由してチャンス部門には行かず当たります。
普段だったらこれでチャンスゾーン行くんですけど、天井なんで ART です。はい、アステカラッシュ、いやー初当たりが天井のART だとは思わなかったな。いやー使ったね、4万円です。いやーもうなんか疲れちゃったなあ、30半ばのねおじさんにもなってるような人にこんなことしちゃダメですよ、いきなり。さあお待ちかねのアステカラッシュ ART です。さあ ART でございます。 ART がね、初期ゲーム数は50ゲームで、継続率管理なのかそれとも最初にセット数が振り分けられるのか分かんないですけど、セット継続することもあります。で消化中はチャンス薬引いたり突破ゾーン入れたりして、ゲームスローの手を狙っていくという感じなんですが、これねまたほらプロジェクションマッピングのすごいところなんですけど、これが、液晶がね今では平面だったんですよ、スクリーンがちょっと角度ついてますけど、これがねだいぶ変わりましたよね。こういう何でしょうね、映し出すところ下もこう角度ついてる、全然平面じゃないんですよ。これは単なる、まあ、板というか、なんていうか、そこに映像を映し込んでるんですね。今までと全然違う感じです。今映ってるところ自体はただのプレートでしかないと思います。チャンス役が出れば出るほど上のステージ状態に行くんで、必然的に CT にも入りやすくなると、これはチャンスだな。カボか、ボール乗った。でチャンス役が、その状態以降の他に 直乗せ、あとは CT の抽選自体もしてるみたいですね、まあ、あとはボーナスも期待できます。通常時間あいいかも、赤い、あ赤くてしかもカットインも赤かった。さあ成功です。これで、CT チャレンジタイムでございます。で次のゲームからですね、またこれほら変わったんですよ、映し出されるところ。今度はこのなんか土管のヘリみたいな、何歳かですよこのね、湾曲してるすごいよね、この技術単純に、まあ、必要かどうかはさておき、すごい。でこの CT が、この下に弾があるじゃないですか、これ全部消化したら終わりです。でこれが減っていくのがゲーム2話ができなかった時にこれが減っていきます。でチャンス役引くか、デカチリリプレイなんですけど、内部的にはデカチリを引ければ、ゲーム数は路線になるんで、その時は弾が減らないんですけど、全然僕引けてないですね。このエースが出るとデカチリが止まる可能性があります。レンディールに止まると上乗せ、これで弾がまた戻ってくるんで、あと残り4ゲーム4回4個チャンスがある。激弱ですね。最初一応10ゲームはもう入った時点で持ってるんで、今のセット今とも20ですけどなんだこりゃ。20特化ゾーンとはとかって言われちゃいますよ。今の CT が、まあ、ワンセッターの球8個なんですけど、8個使い終わって、使い終わってさらにもうワンセット以上続くこともあります。で CT 消化中に、リーチ名チャンスみたいな表示が出ることもあるんです。
ここで、リーチ目狙って止まればボーナスか、チャレンジタイムのセット数だろう。おさあ承知にボーナスあるか。おこのやつ初めて見たわ。あ、CT 行きました。出る演出で期待度も変わるみたいですけどね。あんまりよく分かんないです。女の子の赤いカッコイイみたいなのが出たら熱いかなっていう感じがしますけど、これはもうワンリールで上乗せ確定です。あ、違う、リーチ目だ。これ揃って上で揃うと上乗せですね。ゲーム数リーチ目です。ずれたで、チャレンジタイムストップしました。もうワンセットできます。あんなパターンあるんだ。でこれ基本的に、チャレンジタイムでゲーム数上乗せが10ゲーム、10ゲーム単位なんですけど、最低が10ゲームなんです。デカチリを10回揃えると11回目以降は、最低ゲーム数が20ゲームになります。いっぱい揃えれば揃えるほどさらなる上乗せが期待できるという仕様ではあるんです。これで5回弾使い切ったけどまだ1個ストップしてるんで継続します。多分このおしりゅんナビミスると CT 終わると思うんですよ。だから絶対ミスんない方がいいです。ミスっちゃダメです。このね、 CT の上位状態のスペシャルチャレンジタイムだったかな、っていうのがあって、それだと最低のグラスゲーム数が50ゲームになるので、ここにぶち込めれば、ぶち込まないと、とてつもない上乗せはなかなか出ない、できないと思います。そこにどうやって入るかっていうと、この CT 中にボーナス引いて、その2分の1で行くようです。あとはなんかあとかな、プレミアム的な要素。まあともかく今回2セットで60ゲームになりました。多分しょぼい方だと思うよ。これで終わりですかね。170ゲームの339枚セット数があるかどうか。はい、厳しい。どうすかね、一応まあ、じゃあ分かった、1個引くまでっていうと、今日1日引けないで終わる可能性もあるので、持ちコインだけは打とう、こいつから払い出されたコインはこいつに返そう、そこでダメだったらもう諦めます。飲まれた。ビッグ引く前に飲まれた。1710ゲームだそうです、この上のカウンターによるとね。でビッグゼロ、ボーナスゼロで、天井で RT が一発当たっただけ。ビッグというか7が揃ってる映像は多分ネットに YouTube とかにプロモーションとか転がってると思うんで、それで見てください。打たないです今日、もういいっす。
違うの打つ。完全に切れたよ、完全ぶち切れたよ。絶対絶対許さないよ。あーこれはダメだ。10%。ああなんだ、おー当たった、やりました。おお、あ全回転来た。Vプレス動画のチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はこちら、スマートフォンやタブレットからは画面下のチャンネルボタンをクリック、その他各番組の再生リストはこちら、公式サイト関連ページは動画説明欄のリンクからご覧いただけます。